コロモ劇場はかつて愛知県豊田市新名町にあった劇場映画館。前身は1882年に劇場として開館した宿坂会座。後に宝集座と改名し、1934年にコロモ劇場と改名した。1994年頃に閉館した。1882年には西鴨郡コロモ町最古の劇場として宿坂会座が開館。 1913年には、川島工業者によって、畜部通りをこの口公園方向に入った場所に、衣町二間目の劇場として、大聖座が開館している。祝坂会座は後に宝修座に改名され、1934年に、衣劇場に改名された。衣劇場は映画館としての設備も有しており、1938年には、小畜、日活、 新興、東方の4社の作品の上映権を持つ劇場となっている。同年の地方紙鴨地方には、衣劇場が発生装置を設置する予定であると報じている。この頃の衣劇場は700席から800席を有した。休日には大変な賑わいだったという。衣劇場や昭和劇場は、設備が古く、また、名古屋市の映画館などと比べて、 新作の公開が遅れていたことから、1951年には北朝発展会の有志を中心として、株式会社組織のアート座が開館している。1975年7月26日には、鉄筋コンクリート作り3階建てのニューコロモビルに建て替えられ、ビルの2階に235席の映画館として再オープン。1階にパブリックバー、3階に マージャン層を併設する複合施設となった。再開行事の記念作品として、新幹線大爆破と青春参加暴力学園大革命の二本立てが上映されている。その後1980年4月26日にパブリックバーがあった1階部分を衣シネマに改修しにスクリーン化。さらに1980年代後半以降は3、スクリーン体制の 衣劇場に名称統一した。1988年10月8日、名鉄三河線豊田市駅前の西口市街地、再開発ビル内に豊田祖号がオープンすると、当館が所在する新名町方面の再開発構想が浮上。近隣の駐車場不足に対応するべく7階建ての複合レジャービルを建設する計画が報じられたが、結局実現には結びつかず、 衣劇場は1994年頃に閉館した。劇場跡地には、地上14階建てのマンション、ライオンズシティ、豊田東島が1996年3月に、竣工し、現在に至る。衣劇場に使われていた鬼瓦は、豊田市郷土資料館の庭に展示されている。ありがとうございます。